インドルピーはインドの通貨の単位の一つである。英字では RS と ISO4217 ではインドルピーと表示される。インドルピー通貨の発行はインド準備銀行が実施している。補助単位としてパイサがあり、1ルピーイコール1 0 0パイサである。2010年7月15日、RS に代わる通貨記号としての採用を決めた。 シェール社によって発行されたルピー銀カルピー1887年イギリス領インドビクトリア銀インドでは古代から銀貨が中造流通されていたが現在のルピーの元となった銀貨は16世紀前半にスール朝を創始したシェール社によって発行されたものが最初とされているこのルピー銀貨はその後のムガル帝国でも広く流通し ムガル帝国などと貿易を行っていた、イギリス東インド会社もルピー銀貨と投貨の効果を発行、流通させた。インドを統治することになったイギリスは、1835年に、いったり全インドの通貨体系を1ルピーイコール16、アンナイコール6 4イサイコール1 9 2パイに一本化させて新たに銀貨を発行させたものの、その後は銀本位制から、 金本位制への転換が進む中で価値が下落して、インド経済に打撃を与えたり、また、第一次世界大戦で、銀事金が不足した時期には、打艦紙幣を発行して、これを通貨に当てたこともあった。独立後の1957年に、1ルピーイコール107ヤパイサが、現行の通貨体系となった。2016年11月8日に、ナレンドラモディ首相が高額紙幣の停止を発表後、 新察への移行がスムーズにいったとは言えず、100ルピーへの需要が集中し、混乱が生じた。そのため、銀行口座開設と携帯電話による電子決済電子マネーが流行、普及した。ルピー記号2009年3月に、インド政府はルピー記号のデザイン工房を発表。2010年予算審議のイム・カージー財務大臣は、新しい通貨記号は、 インドの文化的特徴を表すものになるだろうと述べた。最終的に5案に絞られ、2010年7月に内閣がインド工科大学出身のデザイナー、クマルワンのに決定し発表した。新通貨記号はデーバナーガリー文字のトローマ字の R の縦棒を除いたものの合成。2本の横棒がインド国旗の3色の横縞を引用するとともに、イコール記号として、 国内の経済格差を縮小させようとする国家目標も示している。インド政府としては発表後6ヶ月で国内に浸透させ、その後18ヶ月から24ヶ月で国際的にも浸透させる狙いである。これまでルピーを示す記号としては通常 RS、リなどが使われていた。なお、この新しいルピーの記号であるがインドの伝統的な思想。 バーストシャストラでは首をかき切るような形をしているとされ、これが2010年以降のインドの経済の停滞を招いていると一部で批判がある。1996年に発行開始され、現在流通している紙幣はマハトマガンディシリーズと呼ばれる。5ルピー、10ルピー、20ルピー、50ルピー、100ルピー、200ルピー、500ルピー、2000ルピーの8種がある。 17カ国語で額面の記載がある。公術の2016年の工学紙幣廃止によって、それまで流通していた1000ルピーが廃止され、500ルピーは診察となり、新たに2000ルピー札が発行された。診察には偽造防止技術が付加されており、従来のスカシなどに加え、セキュリティスレッド、洗造、パールインク、マイクロ文字、表裏透過レジストレーション。 有料などが採用されている。また、額面ごとにサイズが異なるのも特徴である。その後2017年から2018年にかけて10、50、100ルピー札にも新札が登場し、200ルピー札も新たに発行された。2018年9月現在では、新旧の紙幣が混在して流通している。 インド標準時の2016年11月8日午後8時にナレンドラモディ首相が突如インドに蔓延している汚職と脱税の根絶を目的として1000ルピー紙幣と500ルピー紙幣の流通差し止めを明治4時間後の11月9日午前0時以降これら2種類の紙幣は法定通貨としての効力を失うとインド国営テレビ局を通じて宣言したこの発表により 銀行や ATM に通貨交換を求めて国民が殺到した。ただし2016年12月30日までは銀行や郵便局で旧紙幣の交換を受け付け11月10日以降にインド準備銀行が新たに新500ルピー紙幣、新2000ルピー紙幣を発行するとしている。突然の高額紙幣無効を宣告したのは 脱税目的で銀行口座に預金せず、現金のまま自宅の貯金箱や金庫で保有している、富裕層の隠し資産を炙り出す狙いがあり、銀行口座を返さない、インドの地下経済は、推定で国内総生産の20から45%または17.89%に及ぶと試算されている。インドでは公用語が多数にわたるため、紙幣の言語には、 表面にヒンディー語、英語、裏面にはアッサム語、ベンガル語、グジャラート語、カンナダ語、カシミール語、コンカニ語、マラヤーラム語、マラーティー語、ネパール語、オリア語、パンジャーブ語、サンスクリットタミル語、テルグ語、ウルドゥ語の合計17こと語の言葉で書かれている。市民には未だ銀行口座を持たない者も,も一定数存在するため、 需要に対して流通量が足りているとは言えず、小額の買い物に対して高額紙幣で決済しようとすると使用を断られることも少なくない。日本のように釣り銭がきっちりと用意されているような場所は稀で、商店や交通機関の支払いなど市民生活においては100ルピー以下の額面が多く利用されている。1の位イコール効果のお釣りも省略される場合も、 多い。これは前日の電子決済が広く普及する一因にもなっている。ムンバイより 170km 沖合にある石油掘削機の名称、デリーの鉄柱とは異なる。ありがとうございます。